メダルと情報はゲットしたから OK。まあ、そうだね。取りたいもん取ったし。で、まあ、あとはね、じゃあ、これをやるか。プロレスはバルベチョス銀行3にか。何百万もの不正な資ど金こを入だ？れている。銀行から金を盗んで、カタリたちの反あ、乱軍に渡すわよ。待って、その前にね、ここ MP7 あった。行くぞ。最近 AK ばっかり使ってたから、たまには SMG 使おうかな。庭を通り抜けて、おっと、あ、これ通り抜けられない。通り抜けた。え、ちょっと置いてくな。ああ、変なとこはまった。あーっ、ゴミの集積場に投げ出された。あと700メートル。バイクも挙動ちょっと変わったのかな、これ。そうなの。バイクは変わってないかな。あんまり変わってない。変わったのはやっぱ飛行機か。あー、武器ね。MP7 周辺敵ありだわ。なるほど。反乱軍にエリアの偵察を要請した。あとは、あん中か。あ、ユニダット。あれ、そういえば EMP で落とせそうだけど行っちゃった。警報器も多分なし。OK。 サプレッサーちゃんとつけた？武器が設置されてる。ついてる。きつ。あのさ、あの上のやつ、あ、敵いないのか、あの上。ターゲット解オッ除。ケー、こいつや上るのやわ。つは死んだ。こいつやるわ。おい。あいつやるわ。どあんいどんつやる死わ。んでいく。 あ、よし。すんげえみんな撃ちやすいところにいたんだ。見ろ、武器ケースだ。よっしゃ。ちょうど下に弾薬あったから武器変えようかな。MP7 そんな俺のブーツに合うな。遠距離武器ではないはずだけど、まあ、バンディとだって英国つけてやってるわけだし、いけるでしょ。その英国が取り上げられてしまう。こっちか。2人目のターゲットを発見。あ、間違った。タンゴダウン。ケースはどれだ？あ、これだ。装備。あ、ダメージ低い。 MP7 ほう。で、これサプレッサーあるよね。サプレッサー。あれ？あ、あった。で、ロングバレルつけて。SMG のね、パーツも結構あるんだわ。おお。はい、OK。おい。あ、こういう感じか。で、これ。プロレスはバルベチョス銀行に何百万もの不正な資金を入れている。銀行から金を盗んでカタリたちの反乱軍に渡すわよ。強そう。よし、金をいただくぞ。はい。
これこっから登っていけない？おっと、いけるんか。いける。すんげえゴツゴツしてるけど。はい。うん、ここは広いわ。ちゃんとやっていかないと。ああ、まず間近な監視塔に2人、ちょっとスキャンしたいな。ん？危な。待て待て、まだ倒せた。まだ探索中だから。あ、ヘリ来てる、ヘリ来てる。やべ。何これ、人吊るしてる。で、来てるぞ、なんか固めのやつがこっちに。なんか来てるね。待って、フォローするか。お茶を飲む。おい。いやいやいや、おかしいおかしい。警報撃っちゃって、警報。ここから見えてる。ああ、撃って撃って。電気のあれが壊した。警報停止。まだちゃんと索敵をしていないときに撃つから。前もそうだったけど。すまんてる。お、なんだ。あれ、ヘリが浮いてる。こんばんは、ショコラ。はい、こんばんは。あれ、ヘリが浮いたまま爆発してるんだけど。オブジェじゃない。で、警報がまだ鳴ってるんだけど、もう一つどっかにある。あいつは終わりだ。あ、広いもん、ここ全然。どうしてこんな入り口でバレちゃった。おう、こいつはだいぶ面倒なことになるよ。あんなとこにいた。あ、MP7 横ぶれがすごい。ターゲット排除。殲滅していこう。あ、でもすげえ狙いやすい。警報器どこだ？ん？危ねえ。入れてきて、入れてきた。スナイパー。うん。オッケー。ゴーストリコン絵文字。ゴーストリコンというかね、ワイルドチームというかなんていうか。COD のストーリーモード。違うだろ。いや、 COD ももうちょっとさ、スマートに。最初は行くはずだけど、最後はバレても。いやいや、こんな初っ端から見つかっていくスタイルでは。COD も閉まったとか言って、なんかいきなり見つかるパターンあるでしょ。あったっけそんなこと。そんなドジったっけ。あ、上にいる。あった気がする。これ中か。これ敵を排除した。まるでブッチキャシディとは三段スキットだな。ん？これ中に入りたいんだけど。入れてて。あ、民間人。なんだこれ。これどうやって中に入るんだ。爆発しろと。
ちょっとせっかく機銃がついてるから、あ、反乱兵が捕まってるから開けた。こんばんは。はい、こんばんは。あれ発電機じゃね、発電機もう今壊したところで、いや、あーそっか、今更だな。発電機あった。え、発電機は壊したわ。警報目の前にあった。オッケー。あれ逃げちゃうかもね、ヘリを。なんでそんなに遠いんだ。車乗ろう。捕まってろ、俺が運転する。乗れ乗れ。尋問だからね、多分逃げるんだと思うわ。え、何これ。こっち。すごい道だな。あ、ちょっと。おお。どこだどこだ。逃げなくない。あ、逃げてないね。強行突破。呪文にとってニディアは常に厄介者のはずだ。金庫の行動ですが、プルポが彼女を消してくれるぞ。プルポが？くそ、分かったよ。行動を渡す。あ、コードもらう前に気絶させちゃったの。こちらの窓、アクセスコードを入手。ゲットしてるもん。ボリビアーノ。では合図を待て。ノマドアウト。はあ。そんな通貨だもん。ボリビアード。ボリビアード。AUG。オッケー。じゃあ次の拠点はね、ちゃんと全てを、いいな、こいつは使えそう、しっかりと探索してから、で、敵を一人倒すにも、誰かがその敵を見てるかもしれないから、それを確認した上で、で、ヘリが飛んでたら撃ち落として。うん。行こう。初見です。はい、初見さんいらっしゃい。さて、じゃあフロレスはバルベチョス銀行に何百万もの不正な資金を入れている。銀行から金を盗んでカタリたちの反乱軍に渡すわよ。金をいただいちゃうぞ。スキルポイントもらおう。あ、まっすぐそこなの。あ、5ポイントだこれ。お、これ入り口、ああ、これがないと開かなかったんだ。酸化ってあるんですか。ああ、コード、あ、酸化はないです。一瞬でバレた。開いた。え、なんだこれ。いけてて。さあ、ではもう見た感じ完全に金庫。おお、っとっと、おお、びっくり、撃つとこだった。わ、ちょっとどんだけ降りてくる。来すぎ。いって、あー、待って、フラッシュバーン。なん、フラッシュバーン。フラッシュバーン。はい。鉄骨邪魔。もう一丁フラッシュバーン。フラッシュバーンを投げ。どこにいる？もう一回上だわ。うん。フラッシュバンもうない。出て出て。あ、横にもいる。びっくりした。あともう一人。うん。死んでるやんけ。死んでるよ。出てこない。ナイス。ナイス。なんだ、なめぷか。いや、一人だったらなめぷしちゃうよ。よし、金庫守るぞ。これ開けたらまずかったやつ。あ、いや大丈夫大丈夫。これで、これが、これ全てが金だから。
あ、これだ。よし、これだ。守るぞ。敵から守るんだ、ここ。あ、ちょっとこんなところに C4 置いたらさ、爆弾来たら俺死んじゃうじゃん。もうちょっと後ろめに。敵が横を回ってきてるかもしんない。OK。あー、来てるな。これ下の入り口かな。うん、なんか下の入り口は見てる。じゃあ上見てるわ。うん、来た来た来た。おー、爆発した。みんな聞こえたか。何か爆発したぞ。司会用の友達のために地雷をセットする。ちょっと俺も地雷置いとこう。敵全然いな、いない。パック君がそのうち来てくれるから。じゃあ傭兵呼ぼう。パック係に増援を要請した。コピー、兵が向かってる。悪党が一人減った。あと1分半。おお、一瞬で地雷引っかからんだ。あ、ヘリか。ヘリはちょっと外出ないと撃てないけど、出たくないな。こっち全然来ないや。あ、いたいた。ターゲットを排除。ん？へいへいへい。爆発物ポーンと。これ地雷引っかかんないよね。大丈夫だよね。大丈夫だね。うん、大丈夫。味方は大丈夫だよ。倒れながらも葉巻は加えたままに。これだけは絶対離さない。ちょあと20秒。よいしょ、ヘリ落とした。あ、来たわ、反乱軍。おう、おお、爆発した。反乱軍だ。連中が金庫を襲う。俺たちはさっさと消えるぞ。頭を出せ。ナイス。よし。うん。スタコラさっさ。じゃあ次は金庫はこれで OK だから。こっち行こう。ニディア・フロレスのコンピューターの位置が分かった。ハッキングしてビューティークイーンの秘密を入手してちょうだい。これはね、パソコンを見つけて今度は銀行口座を空にしてやると。奪って空にする。ほう。ファストトラベルできるところないね。車用意しよう。あ、ヘリコプター用意しよう。おう、パック係に乗り物を。